ホゲーズ板橋区立美術館北区安田カミス以降は、江戸時代後期のご家人、浮世絵師、同伴画家、洋風画家。葛飾北斎の門人であるが洋風画家として名高く、江戸における、同伴画家としては、芝交換、青道伝前に続く、重要で優れた作家である。聖は安田、忌名は久吉。字は茂助。 通称は定吉あるいは定吉、後に模平と改める。雷須、雷祭、文化圏、馬上とゴース。ラン名として、ウィレム・バン・ライデン、また、安田・定ダ吉と、楽観した作品が残る。ウィレム・ファン・ライデンの名は、雷須の選択とも言える北山還元が、バンダイクから、ハンドロガメとゴーした例から推測すると、北方ルネザンスのオランダ人がカルーカス・ファン・ライデンに、 ちなんでつけたものだと考えられる。無役の小不信組として、青山に住んだ後、文政三年七月から、四ツ谷大木土に移り、少なくとも同地に、安政三年まで住んだ。北斎が、神聖を称していた時からの門人で、弟子入りしたのも仕事がない上に貧しい家計を助ける、内職とするためだと推測される。浮世絵の他に、蘭画、洋風画を研究し、 長崎に留学したという。同伴画をよく描き、文化期によく見られる特本の挿絵、肉筆美人画などを残している。また、肉筆画の、富士箱根縁坊図にある安政五年の年期から、雷巣の没年は、安政五年以降だと判明し、作画期は、文化安政期と、80歳前後まで生きたことが、推測される、長寿の絵師だった。しかし、 長寿の割に履歴がわかる資料が少なく、墓所の場所も不明である。雷スがどうやって銅版画を身につけたかは明らかでないが、雷須が弟子入りした文化年間頃の北斎派は洋風作品に力を入れており、同門に中共の銅版画家、巻純泉がいることから、北斎周辺の人物から習ったと推測される。現在最も古い年季の銅版画は、 文政4年の戦争時祭史の図である。作品自体は芝交換風で晩年に至るまで同伴画を制作している。カミナリスの作品として知られるものに、文化11年観光の特本、小栗外伝し絵の内4図、年代不詳の同伴画、東都小経同伴新図8枚、高化元年作の同伴画、東海道53時、揃い14枚、 および、江戸近郊十二系などが挙げられる。この、東都小家同伴神図は、本来十二枚揃いとして作られたものであった。他に、ランジの題名のもので、ルシャ・カステール・バン・モスコなどがある。裁判年のものとして、安政二年の安政の大地震を同伴画にしたものがある。ただし、江寺神図という大の安政寺神図は、 実際には硬貨4年3月24日の新州王地震図の図案を流用し、新州王地震図にはあった山を煙で隠したものであった。ン画の制作についても、多形年表の共和年代の絵思考にン画をよくするとあり、かなり早い時期から描いていたことが判明する。また、天保十三年刊行の公益諸家人名録第二編のカミナリスの画面のそばに、 乱画とあり、これは、当時における西大画を意味している。また、海修の乱学の詩、長い青がけの教えを受けた可能性が指摘される。安政2年頃に書かれた、かつ海修の意向とされる、版書調べ書翻訳御用非の地公設不可の乱学者、取調べ声明には、58名の乱学者のうち56番目に、御家人四谷大木古道番公安らカミナリストあり、 カミナリスは、蘭学者の末席に名を連ねている。現在、カミナリス肉筆の洋風作品は15点ほど確認されており、カミナリスの洋風画にもこうした蘭学者としての興味や人脈が反映されていると考えられる。ありがとうございます。